で後半になるとままたた変わってきましたねそうですねその前にちょっと陣容のところの話につながるその改めて入りのところの、まあ、プレッシングのところ、うん、まあこれも7分30秒のシーンなんですけどこの試合も、まあ、サンタナを前線でこうやってチェイシングさせるのはできないので、うん、基本的に相手のセレッソは木田、うん、が残り気味で。 奥野がちょっと縦関係を組むみたいな形で立ってきたので、はい、まあその時きにまあサンタナがボランチ消して、原口の方がどちらかというと、ちょっとプレスの時には前に行ってスイッチ入れてたんですよね。はい、で、状況によっては、まあ、どちらかというと、松尾より大久保の方が守備はうまいなって、この試合、改めて見えたんですけど、はい、なぜかというと、まあ、ここの,この中間のところの取り方がうまい、中間を取るのが何がうまいかっていうと、はい ここに入った時にはすぐに行くよってやっぱポジションの細かな修正微調整が多くものがしてる。はい、でやっぱ松尾の方がどちらかというともう俺はこっちに出されたら怒られるから、うんね、あのこっちをまず消してで、ね、逆に進動に入った時にはもう。 行かなくてもいいやまずこっち消してるからっていうところで、うん、まあアリバイ守備的な <laughs> うプレスにはいかないんですけど <laughs> まあポジショニングがちょっとアリバイっぽいなって僕は見えてたんで、うん、まあだから状況によってその7分30秒のシーンは実際に原口大久保辺りのところでちょっとここはここに対してはプレッシャーかかったのであ,あちょっと、うん、松尾が行ってくれたら。 まあ、4231のところから、そのまま両サイドの選手が、手がまあ、立て立てにちょっと出ることで、まあ、相手の3枚に同数でかけれそうだなって思ったシーンだったんですけど、うん、まあ、その時に、やっぱり、こう、キーパーまで、 キム・ジンヒョンまで帰って、はい、松尾がもうここ、すっと捕まえたら完全にハマってたんで、もうキーパーが蹴るしかなかったんですよね。でもまあ、そこで松尾が言ってくれなかったんで、普通にここに入れられて、はい、もうなんとなしにプリックス開閉された、ちょっともったいないなで、原口もちょっとその時にリアクションで、松尾、もっと今の来とけよっていう感じであの押し出したシーンがあったんですけど、はい、まあそういうところですよね。だからまあ、それを個人の松尾自身だけの。 個人戦術、守備戦術のなさでかえあの批判するとちょっとかわいそうなんですよ。だからやっぱり行ける時にはこういう形で行こう、はい、あ間違いなくセレスは、ね、前節ダービーでも3、ね、バックであの運用してきてるしで、まあね、中2日でアグレッシブに行く時にはこっち側の方が有利だから仲間に買って行こうっていう形で、まあね、こう設定しておけば、あのシーンは普通に行けたし、<ー>で大旗見てると。 やっぱりここの来たのは井上がもう捕まえてるんで、そんな気にしなくていいんですけど、やっぱこのラインにずっと行っちゃうんですよね。はい、で、松尾が行くタイミングでスッと大畑が入れば、もう蹴るとこないですよ。蹴ったとしても、ここでなんとか処理できると思うので、そういう縦スライドのこうダイナミックなプレッシングとスライドの連動が全くないので、やっぱりプレスがはまらない。で 前半のですね、ただちょっと裏の変更点は、さすがにそれだとはまらないからっていう形で、僕が こう時間抜いてると、ちょっと30分過ぎぐらいから、裏の前線のプレッシングのやり方変えたんですよ。うん、どう変えたかっていうと、サンタナと原口がまあこうかな、まあ、ちょっとツートップ気味でもう、松尾と大久保はあ,ある程度ここ見とけと、はい、ただ、渡辺がちょっと木田を見るように、交通ボランチから横並びから縦関係にしたことによって、若干はまりそうな、また。はいた あの感じに前半の30分過ぎから実際にはなってたんでまあそこがもしねスコルジャ監督の指示なのか選手がこう試合の中で原口、渡辺あたりが話し合ってやったのか分かんないですけどやっぱりある程度詰めれそうな時には詰めていく相手に制限かけていくってした方が今の浦和はやっぱり聞いてるだけだとおっしゃる通り ね、昨シーズンのショルツ・ホイブラーテのセンターバックでもないですし、酒井、はいね、とか、ね、左のサイドバックのところでの高さとか強さもないので、うん、まあそこはやっぱりなるべく自陣のゴール前で守備しないような設計の方が、今の裏の守り方、陣容には理に,にかなってるんじゃないかなと僕は思ってます。そうですね